おはようございます。す。服部幸男です4月から学校や職場で新生活を迎えていますという方もいらっしゃいますね新生活のスタートにはまず朝ごはんはしっかり食べて出かけてほしいと思います皆さんはきちんと朝ごはんを食べていらっしゃいますか朝ごはんを食べないとどうなるんでしょうか、えー、まず エネルギーがないから元気が出ないんですけれども脳がです、ね、活性化させるためには脳のエネルギーというのはブドウ糖なんですねということは炭水化物を摂ることによってブドウ糖に変わるわけですこれを脂肪を摂ってもです、ね、脂肪はエネルギーにはなる部分もあるんですけどもしかし 実はいくら脳にそのエネルギーがいってもね全然反応しないんですですからブドウ糖が必要ですから朝食というのは朝のうちにきちっとです、ね、食事を摂取することによって午前中全部持つんですよね今早寝早起き朝ごはん運動というのをこの8年間やってきましたそしていつも感じるんですけど食べない人と食べた人の違い 学学校の学力に出ましたね平均しますとですね食べた人と食べない人では22点の差があるんですね、例えば1強か22点ですね。ということは、40点しか取れない人は62点取れるようなんですね、まあ、60点以上になれば、ね、合格ですから、まあ、670点取れている人はそれに22点足せばいいわけですよね。なんと100点近く なってしまうということですからやっぱりね食べてると食べないじゃ大きな違いが出ます皆さんも食べてくださいね先月発表された国民健康栄養調査によりますと子どもの朝ごはんの欠食率朝ごはんを食べない子どもの割合はですね1歳から6歳の平均で7.15% 7歳から14歳で 中学高校になりますとなんと11%さらに20代の男性は 34.1%20 代の女性は28.8%どうしてこのようになったかと言いますとやっぱりね小さい頃から食べてない習慣がですねだん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 、うん、大きくなればなるほどそれが 強くくなってるんですねということはねやっぱり、えー、我々はですね小さい頃からこの習慣をつけることで何か抜けていると元気が出なかったり今日は何か自分で足りないものがあるなって感じるような体にしとかないきゃいけないということだと思いますね朝ごはんを食べるにはその分早く起きないといけません早く起きることでそのメリットなんですけれども朝早く起きるっていうことはですね 夜早く寝なきゃいけないんですね、どうもね、えー、あまり早く寝てないんですね、えー、今、日本人の平均なんですけど、年齢差によってみんな違います、1年生から6年生まで、1年生と6年生では差があるんですが、平均しますとですね、大体、日本人の小学生の寝る時間、消灯時間はですね、10時45分です。 これって早い方でしょうか遅い方でしょうかね遅いですよねこんなに遅くねえ寝るとですね、えー、朝起きられないですねギリギリまで寝ていてですねご飯を食べずに学校行っちゃうそうすれば朝ぼーっとした形で授業を過ごさないといけないから授業がまた分かんなくなっちゃうということですね是非ね朝から食事をきちっととっていただきたいと思いますねさあ どんなに忙しくてもですね眠くても食欲が湧かなくても朝ごはんを食べること食べ物を口にする習慣をつけることが大切ですそして最近は朝ごはんを食べていても中身が菓子パンヨーグルトやプリンだけ果物だけ冷凍食品で済ませているという偏ったですね朝ごはんも増えていますこういう食べ方をしていると実はですね バランスが悪くなるわけですからねそして糖質が、まあ、炭水化物が入っていればとりあえず脳は動くんですけれども今度は筋肉だとかですねいわゆる体力がつかないということにもつながってしまうんですねそして偏るから肥満も出ますし体調不良も出て低血糖症などね、まあ、いろんなねそれにまつわるような症状が出てきますので必ずですねバランスよく 栄養バランスを考えて食べるということにしていただきたいと思います理想的な朝ごはんというのは温かい飲み物があることご飯やパンなどの主食を食べること卵や豆類乳製品などタンパク質のおかずを食べること野菜や果物でビタミンミネラルをプラスすることですね実はね我々の体というのはねたんぱ質 ね、これを取らないと体力つきませんよそして脂肪を取らないとですね体があの、うん、油切れみたいにねギスギスになっていくるんですよねそして取りすぎもいけないんですねほどほどですよそして炭水化物ですねこれを取らないと脳も動かないということになるわけです年をとってくるとだんだん我々って脂肪んできますよね それは何が足りないかというと、まずね、水が足りないんです、そしてその次、タンパク質が足りないんです、そして脂肪が足りないんです、ですから、うん、若くてもです、ね、水はあるわけですけれども、それ以外のものがバランス悪いとやっぱりいけないわけですから、年取っても取らなくても、やっぱりその辺のバランスを考えて、食事をした方がいいと思いますよ。